ちょっとこっちでも聞こえるかな。あ、こっちは聞こえる。あ、じゃあ今多分設定が優先が変わったんじゃないですかね。多分マイクの方に。あ、よかった。聞こえたって来てます。あ、よかった。これは取り直しですかね。取り直しましょう。皆さんすいません、取り直します。キャンさんごめんなさい。後でちょっと説明しますまた。すいません、じゃあすいません皆さん、これリハーサルってことでお願いします。ね、音チェックで。あ、やらかした。まさかツイキャスが聞こえないっていう。ツイキャスの方はでも美味しい美味しい感じで始められたんじゃないですか。確かにちょっとこれはいい感じに、うん、よかったよかった。じゃあちょっと仕切り直しで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあのツイキャスご覧の方は一旦記憶を消していただいて、リセットしてください皆さん。なかったことでお願いします。はい、じゃあ改めていきますね。そのまま開始します。はい、よろしくお願いします。はい、します。じゃあ、あとは OK、 あ、OK、 はい、それじゃあいきます。 3,2,1 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。9月14日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第20回目の放送がスタートしました。沖縄県宜野湾にございます 79.7MHz FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りします。では、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして、ヤッシーの共同売店の皆さん、お疲れ様でした。番組では、皆様からのメッセージ、お待ちしております。皆様の、大好きなものに関するメッセージをお待ちしております。アニメや漫画、音楽など好きなものであれば、ジャンルは一切問いません。メールアドレスは、797@fmginoan.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして、番組専用の、Twitter アカウント、そしてハッシュタグがございます。X のアカウントは、@すべて小文字で大好きラブ数字の797です。フォローお待ちしております。そしてハッシュタグはシャープ大好き叫べとつけてコメントの参加お待ちしております。私沖縄大好きも実況で参加しております。ということで、実はですね、これ撮り直しております。まあ撮り直してるんですけど、まあ皆様ツイキャスをご覧の皆様、なかったことでお願いします。そして改めてですね、先週の、旧名古屋のサビリナイトと、フリームーンラジオのゲスト出演会、そして、サブクナノの、ゲストに、させていただきました。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。そして、今日は記念すべき第20回目にゲストさんをお迎えしておりますので、CM の後、ゲストさんをご紹介していきます。それでは一旦、CM です。そのまま一回かかりますね。はい、はい、皆さん。はい。コメントでね、教えてくださってありがとうございます。よかった、亀津さんたちがいなかったら多分これ、そのまま進行してたかもしれない。よかった、でも。無音で。亀津。勘で聞くっていう。心の耳で聞くっていう。誰かが字幕書いてくれてたかもしれないですね。かもしれないですね。口の動きで、何喋ってるか。亀津さん聞こえた、ジャンカさん叫べ。カメツーさん、ナイス立て直し、ありがとうございます。でもあるあるですよね。こういう収録とかだったりすると。そうなんですよ。自分結構やらかして、一回ね、iPhone の熱暴走でツイキャス最初止まったことがあって。あ、それでパソコンになってる。そうなんですよ。で、一回、それでトカムギちゃんの時にちょっと失敗しちゃってるんで、自分が。はいはい。あ、そういうことなんですね。はい、よし、じゃあ、あと10秒でいきます。はい、お願いします。はい。
3。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。改めまして、沖縄大好きです。さて、もうツイキャスの皆さんはもうご存知だと思いますが、改めてですね、ちょっとゲストさんご紹介していきたいと思います。本日のゲストさんは、奥間雄一さんです。それでは、自己紹介よろしくお願いします。はい、沖縄県を中心にシンガーソングライターとして活動しております。そして FM の方でも、ラジオパーソナリティと、おー、めっちゃ噛んだ。そこで働いております。岡一です。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫です。自分も結構噛んじゃうんで、本当に。一回目は噛まなかったんですけどね。いや、もう、暑さのせいです、これは。ということで、はい。はい、奥間雄一さんをお迎えしております。うん、本日は、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FM 宜野湾には初めてですか？何年かぶりですね。多分3年前とかに1回ゲストに出させていただいた時があって、はい、それ以来なので、はい、ただこの収録のブースはもう全く初めて、はい、あ、初めてですか。こんな感じなんだって思いながら、こんな感じで結構ちょっとこの個室みたいにちょっとこじまりとした感じでお送りしています。秘密基地感すごいですよね。うん、もういい感じに秘密基地感を出しております。でも結構僕たちの声ギャラリーにも意外と聞こえるんですよね。あ、そうなんですね。あ、さあ、ということで、今日、奥間さんをお迎えしているわけなんですが、まあ、先ほど自己紹介でありました通り、はい、FM 那覇のパーソナリティも務めているということで、僕もその、奥間さんの番組のリスナーとしていつも聞いております、本当に。いつもありがとうございます。でも、こちらこそ、もともとちょっと僕、週末はシャイでショータイム知ったのが、もともとココちゃんが、うんうん、あの、番組に出てるっていうことを聞いて、それ聞き始めたんですね。はい、そこで奥間さんのことも知りまして、そしたら、まあ、ゴロニアーズとか、うん、まあ、いろんな方たちともつながりもあったので、僕も、そこで番組をどんどん聞くようになりまして。ありがとうございます。ヘビーリスナーになっております、本当に。いや、もう本当に非常にね、コメントもしていただいて、はい、なので、我々は優遇措置的な感じで、どんどんこの番組の告知を番組内で、まあ、ほぼ、ゲストさんいないときは毎回ね、コメントいただいたらするっていうような、はい、ある意味、癒着関係。そしてですね、今回まあ、大好きを叫ぼう始まって、はい、まあ、20回目なんですけど、FM 那覇と FM 宜野のパーソナリティとしてコラボするのは、奥間さんが今回初めてっていう。めちゃくちゃ光栄なことでございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。早速ですね、ツイキャス、ちょっと来てるのでご紹介します。はい、改めてですね、亀津さん、そして、ワッチーさんと、ちゃんおかさん、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとメッセージも実は、奥間さん宛にも届いてたので、まずそちらからご紹介したいと思います。はい、まずはトップバッター、この方です。ラジオネーム、ティンクルちゃんからいただいております。ありがとうございます。沖縄大好きさん、奥間さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ティンクルちゃんです。奥間さんは、はじめまして。はじめまして。久しぶりにメール送ってみました。ありがとうございます。ということで、早速、奥間さんに質問が来ておりますね。早速ですね、本当に。はい。早速です。はい。ラジオで喋ってみて、楽しいと思った瞬間ってありますか？もしあれば教えてください、とのことです。ああ、なんですかね。でも、なんかこう、今、番組が3名でやってるんですけど、はい、僕と、まあ、さっきお話に出てきたココさん、はい、あと、まあ、龍気金城さん。3名でやっているんですけど、はい、まあ、ゲストさんも結構来る番組なので、はい、まあ、音楽の話をしようぜみたいな感じの番組をやってるような感じですけど、ゲストの方が来た時だけなんですよね、基本的に。ゲストの方が来てない時はお酒の話ばっかりしてる番組なんですが。今週の週末の試合でショータイム、キューナひとみさんをお迎えして、はい、なんかお酒の話ですごく盛り上がってましたね。そうですね。ほぼほぼ後半は泡盛のね、泡盛女王なんでね、泡盛女王の方なんで、泡盛の飲み方の話してましたけど、まあ音楽の活動をしている方の時は、まあ、ゲストさんのお話をこう聞こうっつって、まあ、特に僕が基本的にはメイン の, MC みたいなことをさせていただいているので、はい、この、なんていうんだろう、ラジオ終わった後に、いや、めっちゃ楽しかったですって言ってもらった時が、結構こう、ラジオを続けていく中での快感的なのになってきてますね。自分が喋るっていうよりは、なんか、楽しそうに喋ってもらってるのが、なんていうんですかね、自分の中でのやりがいみたいになってきてます。なので、ゲスト会は緊張します。一時期、ゴロニアーズ
の人たちに任せた放送回もありましたね、はい、そういえば。そうですね。僕と龍樹さんが結構県外の方でライブであったりとか、うん、撮影とかで行ったりすることが多いので、そういう時にまあ、ピンチヒッターみたいな。ココさんが喋らないのよね。喋らないですよ、意外と。あれと思って。ココさんがバリバリに仕切るのかなと思ったら全然喋れない。結構なんか代打の人が、大体ケンリーとかがあの辺りがみんな進行してるっていう感じなんですけど。ね、うん、まあ、そんな奥間さんなんですけど、はい、じゃあまずはちょっといくつか質問ですね、はい、事前に聞いたものからお話ししていきたいと思いますが、もともと奥間さんも音楽活動されているということなんですが、はい、まず活動を始めたきっかけについてお伺いしてよろしいですか。そうですね、まあ公式に黒歴史で言ってるんですけど、もともとお笑い芸人をやっている時期があって、はい、それが大体4年から5年ぐらい、20歳前くらいから25、6ぐらいまで、まあ、フリーの期間というか遊びでやってる期間があるので、まあ、大体4年から5年って言ってるんですけど、はい、っていうのをやってて、その時は相方がいて漫才っていうのでさせてもらってたんですけど、まあ、解散するってなったんですよ、めでたく、はい、うん、もう俺はピンでやっていくわっつってその相方に言われまして、でどうしようかなと思ってた時に、歌はもともと好きだったんですよ、はい、カラオケとかで歌う程度で別に楽器とかも全然できなかったんですけど、でなんかネタで歌を入れ込んだりとかしてた時に、 お笑いよりも歌が反応良かったんですね。すごい。全然受けてないんだけど、そのネタ終わった後に歌うまかったねっつって、面白かったって言われてんだけどなと思いながらでも聞いてて、でなんかこうそうなってくると、もともと舞台に立ち始めたきっかけ自体がなんかこう自分が落ち込んでる時とかに、こうお笑い見たりとか音楽聴いたりとかの舞台を見て元気をもらってたので、僕もそういう人になれたらなと思ってた時に、まあ、一番近かったのがお笑いだったので、お笑いを始めたんですが、音楽の方が俺響くんじゃねみたいな感じになったんですよね。そのやっぱ歌の方が反応良くて、なんならカラオケで歌わせてもらった時も結構こう、よかったって言ってもらったりとか多くて。で、これは舞台に立ち続けるっていうことはなんか僕の中であったので、それだったらじゃあ音楽一丁挑戦してみようみたいなことで、始めたのが、まあ、25、6ぐらいっていう感じです、ね。すごい。じゃあそこからつながったわけなんですね。はい、で、その音楽活動をしている、まあ、奥間さんなんですけど、はい、まあ、いろんな多分、僕もその YouTube 見て、オリジナル楽曲とか、そのカバー曲もいろいろちょっと見させていただいたんですけど、で、今回ちょっとプレイリストに、玉置浩二さんも今回楽曲番組内ちょっと流すところなんですけど、はい、玉置浩二さんにその影響を受けたところってあったりしますか？まあ、影響という意味ではやっぱりこう歌心がすごい、まあ、力もすごくて、なんていうんですかね、まあ、生ではまだ聞けてないんですけど、はい、いつか絶対ライブは行きたいなと思ってるんですけど、はい、画面で見ててもこう会場が揺れてるっていうのがなんか伝わるような歌唱力というか、まあ、もちろんリズム感とか音程ピッチ感とかめちゃくちゃいいんですけど、なんか会場を包み込むオーラみたいなのを何よりこう画面越しにも感じるアーティストさんで、あ、全然まだまだ及んでないんですけど、なんかそこに近づけるように、一歩ずつ、こう、できたらなと思ってますね。なるほど。はい。いや、もう、これはもうぜひちょっと本当に夢叶えてほしいですね、絶対も。いや、もう、ね、見るだけじゃなく、いつか一緒に歌えたらなとか、もう、淡い希望を抱いたりかもしれませんね。いや、もう、応援しております、僕はもう絶対に。ありがとうございます。で、そういうことなんですけど、はい、あと奥間さんにとってその、まあ、多分アーティストさんとしてやられている方はよく聞かれるかもしれないんですけど、はい、奥間さんにとってその音楽とは何でしょうか。いや、これね、意外と聞かれたの初めてなんですよ、はい、あ、そうなんですか。始めたきっかけとかは何度かお話ししたことあるんですけど、はい、いかんせん多分ゲストがあんまりなかったから、はい、自分の話をする機会ってほとんどなくて、ね、ラジオ番組でも。そうですね。なので、なんかちょっと悩んだんですけど、はい、まあ、感情表現の一つかなというのは思ってます。うん、それは、見る側もそうだし、歌う側もそう。まあ、楽器を弾かれる方だったら演奏する方もそうで、なんかこう、伝わるのってその人のコンディションだったりとかで変わってて、特に僕は生での歌っていうのがすごい好きなんですよ。まあ、音源で綺麗に整ってるのを聞くのも好きなんですけど、例えばアーティストさんだったら、その曲を実際ライブで歌っているやつを、なんかこう、今だったら便利な世の中ですから見れるじゃないですか。はい、でそういうのを見たりしているときに、自分の感情でも、その時は感じなかったことが後からなると、こう思ったりとかっていうのがあって、なんかそれの表現の一つとして音楽があるのかなって僕の中では思ってます。
なんかすごくわかる気がします。自分もその結構ライブ、そのサンズグッドさんの、はい、このライブイベントとか行ったり、そのアニメのライブとかもよく行くことがありまして、やっぱり実際にステージに立たれている、そのアーティストさんたちの、その表現力っていうのを見ていると、なんかこの胸にグッとくるものがあるっていうか、なんか感じるものがいっぱいあって、この曲を通してこう伝えたいんだなとか、自分たちはこう表現してんだっていうのは、やっぱりお客さん目線としてはすごく伝わるものがいっぱいあって、やっぱりその原曲で聴いてるのと、またちょっと生で聴いてるのってやっぱり違うので、そうですね。より一層その気持ちを伝わる、感じることができました、僕も。はい。いやもう本当に。なのでこう、自分の中では楽曲制作とかもやっぱ大事でレコーディングしてとか、はい、今のところはスタッフとかもほとんどいないので、はい、まあ、お付き合いしてる方とかに助けてもらったりとか、はい、っていうことはあっても、なんかこう、スタッフ、本当に音楽エンジニアとかはいないので、うんうん、そういうところでは、こう、なんていうんですかね、自分で作ったりしてるんですけど、はい、まあ、本当のところを言うと、ライブに専念したいっていうところはあるんですよね。制作とかはもちろん自分の中に出てくるものだったりするので、曲を作るとか、ギター弾きながらとかピアノ弾きながら作るとかっていうところまでは、なんていうんですかね、自分でやっていったりとかするんですけど、あんまりこうアレンジとか、いわゆるカラオケを作るとか、はい、レコーディングするとか、そこら辺は正直自分の力がまだ及んでない。楽しいは楽しいんですけど、はい、まだこうライブの方に全力を出し切れてないところもあるのかなっていうのはあったりしますね。なるほど。じゃあ、はい、実はなんか今回ギターも持ってきてくれてるみたいで、じゃあちょっと一回せっかくなのでギター弾く前に、はい、ギター弾かせていただくもらう前に、ちょっと告知の方、ライブの告知と番組の告知、お願いしてもよろしいでしょうか。かしこまりました。まずラジオ番組なんですが、FM 那覇で毎週月曜日夜8時から放送されております。週末はしゃいでショータイムという番組でございます。こちら、まあさっきもお話ししたんですけども、まあ音楽バラエティ番組という感じになってまして、ゲストさんを迎えたときは音楽の話を中心に。で、まあパーソナリティが3名で、僕、ココさん、リュウキさんの3名で、まあゲストさんがいないときは結構フリートークな感じでお話をしている番組でございます。もう本当にね、ツイキャスのコメントとかも結構ボケてくださる方も多い、そんな番組になってますので、ぜひぜひご興味ある方こちらご視聴よろしくお願いいたします。そしてですね、まあそんな僕なんですが、10月13日、はい、もうちょうど1ヶ月後になりますかね、はい、に、ですね、ワンマンライブをサンズグッドさんで行わせていただきます。こちらはですね、ウォークオブライフっていう、まあ、人生の歩みとか職業とかなんか、そんないろんな意味があるんですけど、まあ、僕の職業の一つとして音楽が、まあ、寄り添ってくれてて、でまあ、そしてそこの中で僕の人生の歩みを表現できたらなっていうテーマなんですけど、これが、ですね、サウンズグッドさんで18時オープンの19時スタートになってます。マイルチケット2500円プラスワンドリンクオーダー制となっておりまして、ですね、まだまだ、ご予約とかお待ちしている感じなので、はい、ぜひご興味ある方は連絡していただけたらなと思います。そしてすぐ予約入れますので、よろしくお願いいたします。お願いします。これ、奥間さんの X の DM でも大丈夫ですか？あ、もう DM 大歓迎でございますので。あ、わかりました。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあぜひ皆さん、奥間さんのライブ日にですね、ぜひサンズグッドにも足を運んでいただけたらと思います。はい。さて、じゃあちょっともう一つだけメッセージ読んでから、奥間さん、せっかくなので一曲お願いしてもよろしいでしょうか。じゃあちょっとこの方から最後に読んでいきたいと思います。沖縄 T シャツパパヤさんからです。今夜も元気に、こんばんは。こんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤです。実は私ゲームも好きなんですよ。どれくらい好きかって、ジャンルゲームでコンビニ5年間連続で出展したからですね。すごいね。作ってるな。すごい。して、そんなゲームの中でも RPG が好きでして、王道のドラクエはもちろん、ファイナルファンタジー、テイルズ、幻想水鏡伝かな、これは。そして、名作中の名作、クロノトリガー。クロノトリガーです。学生時代は毎日が寝不足でした。今ではドラクエだけをプレイしていますが、11月にとうとう出ますね。ドラクエ3リメイク版とドラクエ12が、12がワクワクして、夜しか眠れます。いや、眠れないんかい。ゲームやってる人は夜寝てなさそうですけどね。しっかり寝てると。しっかり眠れるんかい。こちらのパパヤーさんですね。FM ギナのパーソナリティさんでして、僕の番組のロゴを制作してくれた方なんですよ。だから結構すごいデザイン関係にもすごく中心、持ち替えを入れてる方なので、いや、ありがとうございます、パパヤーさん。さあ、ということで、それでは、奥間さん、はい、準備よろしいでしょうか。はい。主任がおそらく大丈夫だと思います。わかりました。あと今放送18分ですので、まだ時間あるので、
一応音の確認しますね。はい。さあ、ということでツイキャスは、あ、まだコメントは来てないですね。はい、皆さん、この後です、今、徳間さん、弾き語りしてくださるそうなので、ぜひぜひ、今、ぜひ、もう聞いて、もう耳の癒しになってもらえたらなと思います。よし、OK でございます。それでは、徳間、よろしくお願いします。はい。この曲は、普段ピアノの弾き語りでやる曲なんですけど、はい、今日ちょっと、天気の方が荒れてまして、はい、冷たい、てか寒いので、ぴったりかなということで、冷たい夜という曲をちょっと触りの方で歌わせていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。冷たい空に星が流れ、僕の願いを込めるよ。ずっと明日もこの気持ちを歌えますように。贅沢な時間過ごしております。私ありがとうございます。すごいちゃんと直で奥間さんの生歌聞くのを初めてです、僕本当に。あ、そうですね、考えたら。すごい、もうありがとうございます本当に。いやもうこれ皆さん絶対ライブ行くべきです。10月13日ですね。10月13日日曜日でございます。日曜日ですね、はい、ライブハウスサンズグッドにぜひ皆さん足をお運びください。でまた詳しいことは奥間雄一さんのですね、X のアカウントにもご紹介されておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、追加数盛り上がっております。カメツーさんから、生演奏クルー来たーからの拍手連続でいただいております。ありがとうございます。さあ、ということで、もう残すとこも4分ちょっとですので、はい、じゃあ改めてですね、ちょっと今回のエンディング曲先にちょっと流していきたいと思います。はい、今回はですね、まあ、奥間さんからですね、事前に楽曲、リクエストいただきまして、今回エンディングはですね、畑基博さんの今日もきっと流していきたいと思います。はい、それじゃあまずちょっと曲の方からいきますね。よいしょ。さあ、ということで、皆さん、沖縄大好きの大好きを叫ぼう、本日はいかがでしたでしょうか。この後ちょっと番組スケジュールも先にお知らせしますね。この後ですね、放送終了後は、FM ギノアミュージックセレクション音楽の時間をお届けします。
そして午前3時からは、FM ギノアンの局長、山内一郎局長の山内30分の放送もございますので、こちら、アーカイブはございませんので、ぜひリアルタイムで、皆さん、ご拝聴よろしくお願いいたします。ハッシュタグ、山内30分とつけてコメントもお待ちしております。さあ、ということで、改めて、本日のゲスト、奥間雄一さんをお迎えしました。改めてじゃあ、奥間さん、今日の放送いかがでしたでしょうか？いやー、30分、あっという間ですね。あっという間なんですよ、本当に。もう終わりなんだって感じです。喋り足りないですよ、自分も結構。1時間に伸ばしたいっていうちょっと気持ちがあって。なるほど。そうですよね。やっぱりね、ラジオ、1時間ぐらいないとなかなか喋り足りないですからね。足りないですね。でも本当にこの30分っていう中で充実した時間をですね、過ごすこともできましたし、直で生歌も聞くこともできたので、本当に楽しかったです。もう、ありがとうございました。今日来てくださって。こちらこそありがとうございます。では、最後に、奥間さんの方からですね、今、ラジオを聴きのリスナーの皆さんに何か一言あれば、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、特命1、ワンマンライブ10月13日にあるんですけど、YouTube とかもやってるので、もしよかったらそちらで、気になった方は、動画毎日上げてるので、ご愛聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんか YouTube チャンネル僕見たんですけど、はい、今年なんかチャンネル登録者数なんか何人か目指してるって書いてましたが。現在205人なんですけど、はい、1000人目標にということで、はい、ですね、今年の1月1日から今のところ毎日、はい、動画投稿させていただいております。もうなので弾き語りカバーみたいなのが多いんですけど、それもぜひぜひ見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。僕もチャンネル登録もすでにやっております。皆さんもぜひ、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ツイキャス配信もされているようなので、また詳しくは奥間さんの X のアカウントと、また YouTube チャンネル登録していただければ、情報が入りますので、よろしくお願いいたします。ということで、それではもうお時間が迫っておりますので、番組はここで終了したいと思います。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第20回目、本日はここまで。お相手は私、沖縄大好きと、そして本日のゲストはこの方。奥間雄一でした。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。はい。ラジオ、木村さん。はい。追加する皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。改めて、本当申し訳ございません。まさか、まさかの追加配信でミスるっていうことが起きてしまいました。本当に。じゃあ、本当に改めて、今日、奥間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、改めて、追加するご覧の皆様にも、何か一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、まあ、最初のね、トラブルも含めて、お付き合いいただいて、誠にありがとうございました。そしてね、呼んでいただいてね、本当にありがとうございます。またなんか機会あれば、はい、週末朝日のメンバーで遊びに行かせていただけたらなと思います。わかりました。もう予定入れておきます。本当にありがとうございました、今日は。本当楽しかったです。もう近くで、いつもだったこのステージの、まあ本当下なので、お客さんのこの観客ステージから、ちょっと遠くから見るぐらいだったんですけど、こんな近くで弾き語りも生歌、こう生声も聞くこともできたので、すごい本当に改めて放送でも言ったんですけど、めちゃくちゃ贅沢な時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、じゃあ皆さんぜひ、放送内でもお話ししましたが、改めて、週末はしゃいでショータイム、こちら FM 那覇さんですね、毎週月曜日の、夜20時から生放送でお送りしておりますので、ぜひ皆さんツイキャス、こちらも配信しておりますので、コメントの方もよろしくお願いします。そして、YouTube チャンネルもございますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、それではツイキャス配信、ここで終了したいと思います。累計、なんと16名の方が見てくださったそうです。で、6名の方ありがとうございます。ちょっと改めてお名前ご紹介します。ワッチーさん、カメツーさん、チャンオカさん、そして今回メッセージを送ってくださった、ティンフィルちゃんと沖縄 T シャツパパヤさん、ありがとうございました。それではこの後も、79.7MHz FM ギノアンを、お楽しみください。ありがとうございました。追加終了します。ありがとうございました。ということで、こっちなんで。ここで。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、一回切ります。